Dude, that father is 10 men per! ロードトリップを終えまして、今回完璧にメイクした私から北海道トリップのアドバイスを皆様に伝授したいと思います。まずテクニックその1、お前たちの思ってるより北海道は広い。だいたい行けるっしょと思って計画した目的地はだいたい予定を大幅に超えてるぜ。ナビが言う到着時間プラス1時間ないし1時間半余裕を見るといいと思います。もうね、だいたいね、目的予想時刻に着いた試しがありません。それぐらい遠いです。アドバイス2、北海道を約1周ぐらいするような旅をしたいんだったら最低10日はいる。そうじゃないとね、ドライブをしに北海道に来たような感じになっちゃいます。ただし僕のようにドライブが好きな人にはもう終始飽きることのない大自然の中を、または今回のルーティングで思ったのは、海外みたいなロケーションがたくさんありました、北海道。しかもね、ちょっと南国風、パッと見た目はね、そんなロケーションの中をすごいひた走ることができるので、これはもう僕は運転好きの人にはたまらないこの車窓ドライブビューですよね。今回僕らのルートは運転好きの人にはね、ものすごいおすすめのルーティングです。そんなに無理はしてないです。ただただ運転ばかりをした日が続いてしまいましたが、すごく余裕を持って走れたと思います。あと鹿はマジで気をつけろって地元の人にも言われた。ぶつかると車ばかりが損をするから、鹿だけには気をつけた方がいいと。アドバイス3、北に行けば行くほどコンビニはなくなる。そしてセイコーマートが命綱になるので、コンビニの出現率が減ってきたなと思ったら、豆に食料などは買い足しておくといいです。あの自販機すらないような一本道をね、何十キロって走るシーンがたくさんありましたので、アドバイスこれ重要。クーラーボックスに必ず常備しておいた方がいいですね。スミさん何かありますか？じゃあゴミだな。ゴミだね。中泊の人たちはゴミを捨てるポイントが非常に少ないので、まあなるべくゴミを出さないように心がけて食事の計画とかね、立てるといいと思います。僕らはちょいちょいこう知り合いの家とかがあったので捨てさせてもらったりとかしちゃいました。だからそんなにまるっと貯めることはなかったんだけど、捨てる場所がねやっぱ少ないですね。そう、道の駅にゴミ箱がない駅が多かったのと、まあ道の駅のお話をたくさん聞きまして、なんでね、やっぱり迷惑かけないようにというか、都合よく利用するばっかじゃないスタイルでやっていかないと僕ら長くやっていけないなって、長くやってきたからこそ思ったりしますが、まあそんなところでしょうか。とにかく広い。ぜひ皆さん、計画するとき、短期間で結構長距離を走るトリップを計画されるのであれば、1日の移動距離はマックスでも350キロにした方がいいです。高速道路がないところであればなお一層ドライブばっかりに時間とらわれてしまうので、そのくらいで予定を組むと、なんせ夜ご飯が終わるのが早いです。6時にはほとんどの店が閉まっちゃうんじゃないかっていうぐらい飲食店がねなくなっちゃうんで、そこが要注意ですね。サンセット見てからご飯なんて言ったら、やってるところなくなっちゃってるっていうケースが多いので、そこだけすごく注意です。飲食店は思った以上に数も少ないし、遅い時間までやってるところがないです。そのぐらいかな。